悪魔城ドラキュラ X 月下の野草曲は、コナミから発売されたアクション RPG。1995年9月に、プレイステーション用ソフトとして、頑張れゴエモン宇宙海賊アコギング、ツインビーミラクル不思議なベルの大陸と共に、発表された。1997年3月20日に発売される。ゲーム雑誌、ファミツーのクロスレビューでは40点中30点だった。 テレビ CM も流された。1998年6月25日に新要素を追加した上でセガサターに移植された。2007年3月21日に XBOX360 のライブアーケードで日本含め世界で配信。ただし、日本では7月25日に再配信された。2007年11月8日にプレイステーション。 ポータブル用ソフト、悪魔城ドラキュラ X クロニクルに新要素を追加した上で、悪魔城ドラキュラ X ケツのリンネのリメイク版、オリジナル版と同時収録され移植された。2010年12月16日に、プレイステーション3とプレイステーションポータブル用のゲームアーカイブスとして、プレイステーションストアで配信された。2018年10月25日にプレイステーション4。 悪魔城ドラキュラセレクション月下の野草曲地の輪廻として悪魔城ドラキュラ X 決の輪廻と共にカップリング移植され配信された2020年3月4日にアンドロイドと iOS 向けに配信開始された移植や配信はすべて PS 版をベースにし特別大きな変更はないただし SS 移植版は他の移植 配信版とは異なり追加要素が多めで、販売本数も少なくその後移植、配信もされておらず現在では、定価以上で取引されている。タイトルに、同じ X が付いた PC エンジンスーパー CD r o ヨーソフト、悪魔城ドラキュラ X 決のリンネの続編にあたり、ストーリー的には、同作の5年後という設定になっているが、システム的には口述の通り大きく変更された。 ゲームのオープニングは、地のリンネの主人公だったリヒターがドラキュラと戦う場面から始まる。また、本作の主人公、アルカードは、もともとは、ファミリーコンピュータ用ソフト、悪魔城伝説の仲間キャラクターの一人だった。RPG のような経験知性の導入による、主人公のレベルアップ、アイテム類を収集、複数持ち歩いて、アイテムや技能取得により、 新たに行ける場所が増えていき、悪魔城内を探索するといったゲーム性は、純粋なステージクリア型アクションゲームだった、前作までとは異なり、双方向スクロールのダンジョン内をマップを埋め探索していくという、メトロイドタイプの探索型アクションゲームへと姿を変えた。欧米では、この種のジャンルは、メトロイドバニアと呼ばれている。本作について、プロデューサーの萩原徹は、 プレイステーションになったことで、今までのハードより制限が減り、やろうと思うことができるようになったと述べている。ディレクターの一人であった、いがら隆は、後に本作開発時の様子を振り返り、タイトルに X とついてるのでこれはもう悪魔城、ドラキュラシリーズとは違うから何やってもいいかなと、短美的なイメージに持っていきたかったので、イラストとか、キャラクターデザインを、 全部変えた、無知に飽きてきたので、ベルモンド一族から主人公を変えちゃおうと、敵が、ベルモンドって面白いし、主人公側が無知を使う必要もないと主要武器を、剣に改革し主人公さえも、ドラキュラのムスコアルカードに変えるモデルチェンジが行われ、ゲーム自体を全然変えたと語っている。本作は、ソフトバイが CD ロムになっており、同じ CD ロムでもハードウェア世代が後でより、 高性能になったプレイステーションでの発売となったため、容量増加に伴い、演出面で様々な強化が施されている。映像は、いわゆる 2D ドットへのアクションゲームであるものの、当時の最新ウェ機が持つ 3D 描画機能を活用して、滑らかなアニメーションや奥行きのある背景などにより、高品質の演出が実現された。また、 山根みちるが担当したクラシック的な音楽や、小島あやみの描く、短微的なイラストデザインにより、新たなシリーズ像も提示された。操作性も大幅に変更されており、従来と比べると移動速度が速くなり、空中制御はほぼ自由となり、盾を使えば、敵の飛び道具が防御できるなど様々な変更が、なされた。本作のセールスは好調であった。年、 ヨーロッパにて復活したドラキュラ伯爵はバンパイアハンターのリヒター・ベルモンドと対魔の力を持つ少女マリア・ラーネットに滅ぼされた。それから4年後リヒターは失踪し、マリアはその行方を追い旅に出ていた。翌年100年に一度復活すると伝説上、言われていたドラキュラ城が現れたのだった。それを察知したマリアは再び城に乗り込んだ。一方同じ頃、 ある男が深い眠りから目覚めた。男の名は、アルカード。かつて父ドラキュラに反抗して人間に味方し、リヒターの祖先ラルフと共に父を倒した男である。復活を知ったアルカードは、再びあの今和式城へと向かう。こうして、アルカードを中心に、ドラキュラ城に宿命の魂が集うのであった。本作の最終的な目的はこれまでの悪魔城。 ドラキュラシリーズ同様ドラキュラ城の攻略であるが、そのシステムは前述のように RPG 的要素の負荷等により従来から大幅に異なっている。本作には従来はあったこともある城に行くまでの道中の場外ステージこそないが、城ステージ規模は広大で、ステージクリアや落下死の概念はなくなり、ステージ間は複数箇所で繋がっており同じステージを何度でも行き来、 しつつ進行していくシステムになっており、場内を探索して行動可能範囲を広げていく。ライフがなくなるとゲームオーバーとなり、進行状況がリセットされるが、悪魔場内部にはセーブポイントが複数設けられており、そこで体力回復もさせることができる。特定の条件か、装備でないと入ることのできないエリアも数多く存在し、 そのためアイテムを探したり使って謎解きしたりすることもある。通過したことのあるブロックはマップ上に青く塗りつぶされて表示され、塗りつぶされた部分の割合がマップ達成率として表示される。本作では城の攻略にあたって復活の謎を探ることになるが、その一環で当初の目的における黒幕が判明した段階で悪魔城のマップを180度回転させた。 逆さ城が登場する。この二つの城はワープポイントで任意に行き来ができる。なお、逆さ城のマップは地形は完全に180度回転させたものであるが、ブロックとしては完全に180度回転させたものではなく特殊な操作によってマークされる部分が存在するため、前日のマップ達成率の最大値は200%ではなく200.6%となる。エンディングは 当初の目的における終盤のバトルにおいて黒幕を明かせなかった場合のバッドエンドが特定のイベントの前と後で計2つ最終的な目的を達成した後のエンディングがマップ達成率によって2つ後述するアナザープレイのうちの1つによるものを合わせて全部で5つ存在するマルチエンドシステムプレイヤーであるあるあるカードのステータスは状況により細かく変化する まず敵を倒すごとに経験値が蓄積され、一定量まで溜まると、レベルアップを果たし基本パラメータが上昇する。ボスを倒したり、特定の部屋に落ちているアイテムによって、ライフやハートの上限値が上がり、耐久力や戦闘力が上昇する。他にも様々なアイテムによって、アクションを変化することができる。増書庫の一室に出事である G の部屋がある。G は、あるカードの手助けとなる。 様々なアイテムを売買してくれるゲーム中の道具や敵存在。クリアデータがある状態で新たにゲームを始めると、そのデータはアナザープレイとなる。アナザープレイでは、ゾウショコの G が初めから販売品をすべて揃えている。システムのウィンドウに新しい項目が追加されている。特定の敵の落とすアイテムが変化する。など、ファーストプレイとは異なる状態でゲームを進めることができる。 またニューゲーム時のネームエントリーにて特定の名前を入力するとサブキャラや特殊条件でのプレイが可能となる隠し技もあり以下の3種類があるオープニングでのみ使用できたプレイヤーリヒターベルモンドで本編をプレイできるものリヒターはアイテムクラッシュなど多彩な攻撃方法を持つ初期ステータスはあるカードよりも高いが能力の上昇が一切ない アイテムを持ち歩くことはできず、増殖での買い物もできないが、ゲーム進行に必要な魔道機はすべて所持した状態となっている。ナオリヒターでプレイした場合は会話などのイベントが一切なく一部のボスが登場しない。LCK が99になり他のパラメータが0となる。またゲームスタート時からアイテム、ラピスラズリを所持しているというもの。ゲームスタート時からアイテム、 アックスアーマーの鎧を持っているもの。いくつかのバージョンがあるが、主な違いは、バグ修正である。いくつかの変更、追加要素がある。ライブアーケードで配信。基本的な作りは、国内プレイステーション版の完全移植である。一方で、エンディングの曲は変更されている。画質については、当時のものを忠実に再現したオリジナル版と、ハイディフィニション環境を念頭に置いた。 アンチエイリアスがかかったエンハンスド版の2種類をゲームのオプションで選択できる。冒頭を無料でプレイできるデモ版が用意され、800マイクロソフトポイントを支払うことで完全版のロックを解除できる。他のソフトと同様に特定条件を満たすことによって実績を得ることができるほか、テーマファイルが3種類、ゲーマーアイコンパックが2種類配信されている。 本作に関しては従来販売されていたメモリーユニットの総容量である64メガバイトを超えた最初のタイトルであり512メガバイトメモリーユニットかハードディスクが必要である。なお以前は Xbox Live Arcade イトル本体のファイルサイズには50メガバイトまでという制限がかかっておりこの制限の下で制作されていたタイトルのうち最大であった ルーメネライブでも本体は 64MB メモリーユニットに収まるレベルであった。日本で配信されているものは2007年7月25日に配信が再開されたものであり、内容も日本でのプレイステーション版に準拠している。それ以前の2007年3月21日に全世界で配信されたものは北米プレイステーション版をベースに移植したものであるため、 以下のような違いがあった。これらのことから、悪魔女ドラキュラ X 月下の野草曲として配信されたが、実際内容は海外版、キャッスルバニア、シンフォニー・オブ・ザ・ナイトの日本ローカライズ版であり、多数のシステムバグもあって購入者からは不満の声も上がっていた。これに対して、シリーズのプロデューサーであった、井原氏し・たかしは、自身のブログで、 原因の究明と対応を約束していた。この件により配信開始後数日で日本での配信は一時中止され、4ヶ月後に海外配信版とは別の日本版バージョンが日本向けに再配信された。なお、日本では Xbox Live マーケットプレイスにこのタイトルについて2つのエントリーが存在するが、一つは国外版のエントリーであるが日本でもテーマファイル及び、 ゲーマーアイコンのダウンロードのために用意されており、もう一つが日本向けに本体を配信しているエントリーである。ゲーム本体を格納するフォルダについても日本版と国外版で異なり、国外版ではキャッスルバニア、ソットン、日本版では悪魔城ドラキュラ X 月下の野草局となっていて、双方にセーブデータなどに関する互換性はなく、実績の項目も独立している。 悪魔城ドラキュラ X ク,クロニクルに収録。基本的には、プレイステーション版の完全移植だが、新たな要素がいくつか追加されている。ただし最初は選べず、本作をプレイ解禁するためにはまず、X ク,クロニクル本編ゲーム内で、特定のアイテムを取らなければいけないという前提条件がある。また、汎用性が歌う要素を実装している。悪魔城。 ドラキュラセレクション月下の野草曲地の輪廻として、悪魔城ドラキュラ X ケツの輪廻とと共に収録。G の部屋に音楽鑑賞の項目がある、悪魔城中心部にて、マリア戦がある、エンディングテーマが、哀悼のセレナーデである、ゲームクリア後に、マリアが使用できるなど、プレイステーションポータブル、悪魔城ドラキュラ X クロニクルに収録されていた、バージョンの移植となっている。 欧米版ではこのタイトルであるが、日本版での英字タイトルは、ドラキュラ X、ノクターン・イン・ザ・ムーンライトだった。ニュー・キャッスル・バニア・リビールド・フォー・ PSP ・ハット、悪魔女ドラキュラ X 月下の野草曲がアンドロイド、iOS 向けに、本日3月4日より、配信開始。UI や、ゲームコントローラーへの対応など、モバイルゲーム向けに、最適化。ファミツー・ドット・コム。 門川、2020年3月5日閲覧。AB ゲームセンター CX7、この人に会いたいインタビューより、悪魔女ドラキュラ X クロニクル取扱説明書26ページ。特定の魔導機を使用している場合、ダメージを与えるか受けた際に、敵の名前が表示されるが、このタイミングで出会ったことが記録される。その魔導機を持っていない、オフにしている場合も、同じタイミングで処理される。 時計塔には、西部部屋がないためゲーム中で、ステージ名表示はなく、逆さ状の時計塔は3つの攻略本で、元時計塔、裏時計塔、逆さ時計塔と別々の名になっている。ここでは、スタッフインタビュー掲載の攻略本に倣い、元時計塔と記載しておく。プレイ時間に連動する、大時計に関する不具合や、通常のプレイではありえないルートを取ったことによる。 特定イベントでのフリーズなど。なお、特定の技を使用した結果宝石の所持数を異常に、できるバグについては修正されず、Xbox 360版にも継承されている。64MB メモリーユニットの、実際に使用可能な容量を超えたタイトルの、前例にはハードディスクに、プリインストールの、ヘクシック HD があり、また Xbox Live アーケードタイトルの、 ダウンロードコンテンツの容量がメモリーユニットの容量を超えている前例はルーメネライブのヘブンディースタースキンが存在する。しかし Xbox ライブアーケードタイトルの本体がメモリーユニットの総容量を超えたのは本作が最初である。マイクロソフト Xbox360 向け512 メガバイトの Xbox 360メモリーユニットおよび Xbox Live アーケード対応ゲームのサイズ上限拡張を発表 Xbox.com プレスリリース2007年3月6日空の64メガバイトメモリーユニットにルーメネライブベースパックをコピーした後に表示されるメモリーユニットの残り容量は1 0 0 8イトであるイガログ突然ですがただし ゲーマープロフィールに記録される日本でのタイトル表記は、国外版、日本版とも、悪魔城ドラキュラ X 月下の野草曲である。悪魔城ドラキュラ X セレクション、デビュー原稿記に蘇る、シリーズ主曲の名作、しかし注意点も、リアルサウンドテック、2018年11月15日閲覧、ありがとうございます。